申し込む。伊藤由美、クラゲ姫でミステリアス秘書役、10周年に月9出演、日々刺激を受けています。女優の伊藤由美33か芳根京子主演のフジテレビ系月9ドラマ「クラゲ姫」に第7話し26日放送からレギュラー出演することが明らかになった。アパレル業界の異端子としてアジア各国に名を馳せる実業家甲斐騎手、郭健との秘書が4役として登場する。同ドラマは人気漫画家の東村アキコ氏による累計発行部数440万部超えを誇る大ヒットコミックが原作。オタク女子倉下月由美、芳根京子と女装美男子恋淵蔵司会、瀬戸康文とその弟で童貞エリート恋淵治、工藤飛鳥が三角関係となり、それをきっかけに新しい自分、新しい生き方を見つけていく月由美の姿を描くシンデレラコメディー。伊藤は2001年にアイドルグループスガーのメンバーとしてデビューし、韓国と日本で活動。8年拠点を日本に移し、伊藤由美として本格的に女優としてのキャリアをスタートさせた。9年にはアーティストイコニックとしてデビューも果たしている。今回演じるファヨンは、月由美や蔵司会が手掛けるドレスブランドに注目する実業家の甲斐騎手、郭が誰よりも信頼を置く優秀な秘書。儚げでミステリアスな雰囲気をまとい、口数は少なく淡々と、しかしミスなく機敏に仕事をこなす。甲斐とは幼い頃から恵まれない環境で共に育った幼馴染でもあり、甲斐の洋服に対する思いを知っているがゆえに、甲斐に対し仕事関係以上の気持ちを秘めている人物だ。伊藤由美名義で活動して今年10年の節目を迎えるにあたり、伊藤は短かったような長かったような10年だった気がします。イコニックとして歌手デビューもしましたが、伊藤由美という名前は女優業をやっていこうという思いからつけた名前なので、今こうして女優として活動できていることを嬉しく思いますと喜びのコメント。10周年最初のドラマ出演となった同作については、今回演じさせていただく役はオタク女子ではなく、ファヨンという一見クールな女性の役ですが、彼女を演じていくごとに彼女の内面に秘めている強さや性もろさに私自身も気づかされることがあり、日々刺激を受けていますと役への充実感を明かしている。